2倍の速さで痩せる神朝食レシピ。忙しい朝はついおにぎりやパンでパパッと済ませちゃうなんてことないですか？それでは朝から血糖値が急上昇、ますますあなたは脂肪を溜め込んでしまって太ってしまいます。そこで今回は今話題のダイエットフードを使ったたった3分でできる2倍の速さで痩せる神朝食レシピお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの朝食で痩せることができるのか、その痩せるポイントと、2つ目、2倍の速さで痩せるたった3分でできちゃう神朝食レシピ、作り方と注意点お伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜこの朝食レシピで痩せることができるのか、その1つ目のポイントはこちら、あなたの腸内環境を整えてくれるダイエットフードだからなんですね。なんとこのダイエットフードには善玉菌の餌となる水溶性の食物繊維、そして腸まで届く不溶性の食物繊維、そしてなんと発酵性食物繊維と呼ばれるレジスタントスターチ、これ全てが入ってるんですね。そうするとあなたの腸が活発に動いてくれて、善玉菌と呼ばれる痩せ菌たちが活発に動き出す、結果代謝が上がって痩せることができるんです。では2つ目のポイントはこちら、低 GI 値食品だからになります。例えばあなたが朝からね、時間がない、パパッとおにぎりパンだけ、もうこれではもう太る道まっしぐらなんですね。なぜかそのような単品食べてしまいますと血糖値が急上昇、対して量も食べてもいないのにもかかわらずどんどん脂肪を溜め込んでしまうという、その朝から悪いスパラルへと入ってしまうんですね。ところがこのダイエットフードはその逆、血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれて、結果朝から脂肪を溜め込みにくくしてくれるんですよ。では3つ目の痩せるポイントはこちら、栄養バランスがめっちゃくちゃいい。なぜかもうギュッとね凝縮されているわけなんですけれども、栄養不足のままでは絶対に痩せることはできません。なぜかというと、やはり痩せるホルモンを作る材料は栄養ですよね。それがしっかりと取れていないということは痩せるホルモンが作れない、イコール太ってしまう、この悪いサイクルを断つためにもあなたはしっかりと朝から栄養バランスを整えて、栄養をしっかりとることがとってもとっても痩せるためには重要なポイントとなるんです。それでは2つ目の項目です。たった3分でできちゃう2倍痩せる神朝食レシピの作り方と注意点、この順番でお伝えします。ただその前に聞いてもらいたい、素晴らしいこのダイエットフードの効果なんですけれども、こちら全部ミールを使っています。黄色いエンド豆、黄エンド豆が 100% の原材料になってるんですね。でこの豆のおかげで低糖質、低脂質、ポリフェノールやミネラルがいっぱい、また食物繊維もいっぱい含まれているという、このスーパーダイエットフードを使った美味しいレシピを今からご紹介します。今お話しした黄エンド豆がですね、普段あなたが召し上がっているおにぎりやオートミールと比べてどれほどダイエット効果があるのかっていうのをちょっと数字で見ていきましょうね。まずおにぎりです。タンパク質 2.4 倍、食物繊維が 2.7 倍、ビタミン B1 に限っては 9.9 倍、そして鉄分が 13.5 倍と、太るもと糖質がなんとここでもう 57% もカットすることができるんですね。もしくは白米と比べてオートミール痩せるというのはもうご存知だと思うんですけれども、そのオートミールでさえ比べてみましょう。タンパク質が 1.4 倍、食物繊維も同量ですね、 1.4 倍、ビタミン B1 が 3.3 倍と、なんと脂質が 61% もカットすることができるんです。ではお待たせしました、ここからは材料と作り方注意点、この順番で終わりますね。まずはこちら、全部ミールを使った卵雑炊になります。こちら材料1人分です。全部ミール 30g 準備しましょう。だいたい1袋が 30g 入っているパッケージが多いと思います。そして天然水が 150ml、 鶏ガラスープの素小さじ1、そしてここで注意、無添加のものを選んでくださいね。ここで決して
化学調味料などが入ったものを選ばないようにしましょう。もう元も子もありませんからね、太ってしまいます。そして卵が1個、そしてお好みで万能ネギやごま油を適量をご準備ください。ではここから作り方です。1、耐熱容器にお水、全部ミール、スープの素を入れて、ラップはせずに600ワットの電子レンジで2分間まずレンチンしましょう。2つ目、レンジから取り出したら溶き卵を入れて軽く混ぜて、再び電子レンジで30秒軽くレンチンしてくださいね。そして3つ目です。お好みであとは万能ネギとごま油ですねを適量かけたら完成です。では最後に食べ方注意点です。美味しいので食べ過ぎには注意ですね。量を増やしてしまっては元も子もありませんので、今の量が1人前として召し上がってください。そして材料は必ず無添加のものを使いましょうね。ここで添加物たっぷりの材料を使ってしまっては、やはり腸がダメージを受けまして代謝が落ちて太ってしまいますから、くれぐれも材料選びにも気を使って差し上げてください。さあいかがだったでしょうか。今回は今話題のダイエットフード、全部ミールを使った朝から簡単にできて美味しい神朝食レシピをお伝えしました。ぜひ忙しい朝にぴったりの痩せる朝食メニュー作ってみてくださいね。今回のお話は以上です。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に作ってみた、食べてみたというご感想コメントにいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。